いはいどうも、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。ついについに SP 早々がやってきました。ということで早速強化して今日駅名早々は明日やればいいとして、今回は高順玄武でも当ててどのくらい強いのか使ってみようと思います。だいぶいい、めっちゃ強いけどもう持ってるんですよね。あと10回高順来てくれ。あと5回あたりは約 2%、 つまり1つ以上当たる確率は 9.1%、 ガチャベース中に当たる確率が高めになる。やっぱ当たらないですね。ということでアプデ内容紹介は終わりにして奇策チャレンジしていきましょう。使うパーティーは諸葛亮、蔡文姬、諸葛家、大凶、公孫さん、当該。今回は敵後衛に当該がいるので敵の気力を減らしまくる構成です。神武は扇、槍、ひょうたんを使いますが高等もいいですね。霊獣はパンダ、白虎、竜像の時ハイスコア出ましたが別に鹿でいいと思います。アビリティは大凶は火力、あとは耐久寄りにしてます。才能はオール神官、大凶と当該は極伝、蔡文姬はどちらでも OK です。それじゃあやっていきましょう。今回は新歓迎なので結構上振れが起きます。いきなり4億3000万運がいいですね。当該の気力低下を狙う奇策も定番化してきましたね。あとよくあるのはオーバーキルに東伯へのダメージ稼ぎで、最近は通常攻撃を受けると回復する系や核の回復系が見なくなりましたね。まあオーバーキルパーティーに点数負けちゃいそうですけどね。一応このパテだと4億から4億5000万くらいは狙えます。あと装備を入れることで5億を超えられるので、持っている方は頑張ってください。次は英雄が揃ってない人用ですが、当該玄武がない場合はだいたい3億3000万くらいですね。孫昌光の玄武があれば孫昌光でもいいかもしれません。孫昌光の星5だと3億1000万くらいです。諸葛家も公孫さんもいない場合は曹操や袁紹が代わりですかね。2億5000万くらいは狙えます。これからも敵当該パターンは多そうなので、当該玄武を持っていない方は狙ったがいいかもです。それじゃあご視聴ありがとうございました。